最初戦4ポイント、カバネ今日勝利からの、エース対決。わかりました。はい。ちょっとこれ、見たいですからね。最初戦4ポイントにしないかと。もうそこで負けたらもう負けで。そこで負けたらもう負けでっていうことで。はい。ガードして、なし切り、まだ残る。あ、止まん。下段を警戒している。有利から、さばいて！さばいて！これはレイジアー積みすりなる。だが隠す。よしかしっかり。カバネ今日4ポイントもぎ取る方でいった。うわ、やっぱりガクスン。やっぱり最後はガクスンコ。エース対決で、ございますけども、エース対決、はい、日本からは、田中パルコさんが出場すると。私が出ます。はい。韓国チームはもう、はい、じゃあエムシュさんが出てくるんですかね。はい、そうですね。一先。一回ちょっとエムシュさんの方も、はい、挨拶していきます。はい。はい。次が皆さん、いい、最後の勝負です。一先じゃなくてもいいですけどね、こちらとしては。そうですよ。はい、1で決めますか。1でいいんですか、本当に。1で決めますか。一回切り、一回切ります。一回切ります。うわぁ、ランダムで引くか。ランダムで引く。これはパルコにツケが回ってきたか、これは。外交の果てに無限ステージ。むちゃ飲んでもらったんでね。もうこの、まあ、最初の無限。はい、まあ、無限はもうこっちも飲み込みましょうよというところです。これででも勝ったらでかいですからね、はい、相手の得意なステージで。はい。さあ M 種のロボットアリサ VS ドラグノフパルコスタイル、本人が行くと、本人が行くと。ザ・ゴッドアサルト、私の鉄拳を見てくれ、世界よ、これが田中パルコだ。避けている、あ、やはりこの横が、そうですね、この避けるのがやはり上手いですよね。かなりこのデストロイフォームうまく使っている。キャンセルもお手の元、これは避けて空着て、ちょっと早かったか技を出すのが。デストロイフォーム削っている、有利から、有利、さらに有利、動けない田中パルコ、しかしクリッピングスイープ、どこまで減る、ドライブから、さあ読み合いかわした、あーすげえ。これがエムシュの機動力、プレイライド避けてましたね、今うまくかわしていた。称号は伊達じゃないんですね、高機動戦闘娘ですからね。さあブリザードラッシュ、いいですね、いい投げ通していきます。あ、うまい、うまいですね、いいですよ、シャープな。あっと、やはりこのチェーンソーが勝負の鍵になっている。あ、エムシェが、エムシェが遊び始めた、これは危険だ。エムシェが楽しくなってしまうとかなり危ないですよ、これは。まずリーチをかけます、1回戦目、1試合目、エムシェ、エムシェがリーチかける、脳みそセクシー系 VTuber、ある意味お嬢様対決、どちらもね制服をね着てる VTuber さんですよね。そうですね、うまい、違う学校に通いながらも仲がいいみたいなこのストーリーさあ MC がレイジに乗った、ここからが怖い、デストロイフォームに入っていく、あ、出た。さあパルコもレイジ、どちらのレイジ状態が勝るのか、 MC が遊び始めた、避けている。これが M シュ。神殿ステージですね。選んでいきます。逃げパン。ナイス。素晴らしいサイドロックカッパー。お、当たり方のすごい当たり方、めくりヒットですね、今のはめくりましたね、ハンマーコック避けている、やはり機動力が高い、止めて、フォローがうまい、スレイレ、あー避けれる、やったか、いい、受け止めている、空中で迎撃大成功。
いやー結構 MC いろいろやってきますねやっぱり。そうですね、うん、何でもできますねこのプレイヤーで。あーうまい、あー惜しい、惜しかったですね今のは。ラストスパットガードして、あーそこまで出る、あー横、やはり気取りが高い。いやパ見せてきます、あーここまで確定、ダメージの高い一撃。あーいいキックいいですねこれで1対1。うーん、あ床を1枚使われてしまう。はい、押してさらにデストラファーム、パルコを苦しめます。だがクリッピングステーク、でかい、これは大きな一撃になった。壊してコンボを少しだけ伸ばします。うわ潰している、やはりこのデストロフォームに発生させる技が強い。イジェクトスライダー、パルコレイジ状態どうする、一撃が欲しい。ガードしてマイナスワンツーロー、避けている横移動、横強い、素晴らしい横移動、うまい。 MC リーチ、ここで覚醒してくれ、ナイス、拾っている空中、壊してこれで最下層。だが MC もフォローがうまい、壁際ディレイをかけて出し切ってくる、壁に嫌われたがフォローがうまい、よけてる、ここでナイスプロトラッパ、壁際もっと見せてくれ、ガードしてやり過ごす、スレサスボット、そして床はない、うわあ、クロスチョップ。もう一度神殿ステージで行く、うん、まあここしかないでしょうね、なかなか捕まえるとなると、捕まえた後の ねリターンもでかいですから、ここなら粘ってほしい。リスナーからの応援もぜひ応援よろしくお願いします。ぜひ応援してください。日本の田中パルコ、日本代表。うえーマジか。うわー、そんな技まで使ってくるのか。抜けている。有利からビクトルクラッチ。投げがね結構通ってるんで。そうですね、投げはかなり通してますよね、うん、逆にパルコ側は割と投げを抜けてるんですけど、しかしレイジ、ここでレイジ状態、なかなかもう翻弄されちゃってますもんねパルコ側。お、ナイス、あー、壁が近い、出し切ってきた。 MC 韓国チームの勝利まであと2ラウンド、ナイス、さあデストロイフォーム、デストロイフォーム怖い、ここでなんとかフォームを解除させている、しっかり、あー2発目中段から1ミリが怖い、怖いぞ、横移動されたくないレース、ここは慎重に戦います田中バルコ。計算できました、ここは慎重に行きたいところであります。まずは一つずつ食らいついていきたい、格上であります MC、だがいいコンボ、いいですね、均衡を破っていったら田中パルコ、床を壊して再びの壁コンボ、最後は入らないが投げを通していく、両端投げを抜ける意識だったので通常投げからしかしコンボに行く、体力はまだ追いついていない、フェイントの使い方がうまい、うーん、MC あの手この手でフェイントをかけてくる、イジェクトスライダーから両パン、今度は両パン投げ、パルコレイジ状態、ドライブもある、アーツもあるがどこで使うか、ここでミサイルそして MC が3発でキャンセルしてる心を揺さぶる、だが時間がないぞ、時間がない、ガードして追いつけていない、とどめを刺してきた MC が韓国チーム勝利でリーチ、
田中パルコ粘りたい。それ止めてナイス。そうですね、ナイス。いいですね。かわしている。有利から。しかし。うまい。フレキシブル。うますぎる。あの世界王者のフレキシブルを見るようなあの伝説の技。フレキシブルエルボーから一気に流れを変えたのは田中パルコ。まだ終わりたくない。いけ一貫戦。ユーリから相打ち、空中判定拾っている。 MC もここでとどめを刺したい。韓国チームに勝利を出しに行くかとして反撃を返します。ユーリから中段を打っていったのはパルコ。反対してさあ投げ、ビクトクシ抜けられたか。抜けられる。しかし位置が悪いが、あうわ翻弄してたけど起き上がりまで危ない危ない。これ今選びました。エムシェが、エムシェ選びましたか。神殿いやでも本当なんだな。あ、そうですね。M 氏が相手の土俵でいいよとカンペだけまでに倒してやると。 M 氏はあの格ゲーマーでさ、完全に分からせ方分かってますねこれ。こんなに楽しんでるのに、そんな分からせ方してくれて。すごいですね M 氏。ザ格ゲーマーですね。俺は負けられないですよ。パルコのステージでもいいぞと。お前飛び越えてる。ガーッ、格上げ返していく。さあ心から楽しんでいます鉄拳を。壊しに来てる。お嬢の心を。ゲーセンお嬢様系 VTuber を壊しに来てます。この脳みそセクシー VTuber 壊しにかかっている。 MC が牙を剥いた。ユーリからユーリ壁際脱出を図りたい。ファルコここで脱出。ユーリ逆に取ってビクトルクラッチ、ナイス。ここは仕留めたい。チャプラ仕留めてきましたね。1-1 あ、日本のファンもどんどん増えていく中、 MC 対田中ファルコ行われています。ここで来た、ナイス。打っていく。ファルコが床を使います。ユーリから壁際、避けてる、避けてバック転。かなりトリッキーな動きを見せてくる。最後まで機動力を存分にね。そうですね。イジェクトされた方、壁際三角コーナー出し切り。あー、ディレイが、うん、そうですね。ディレイのかけ方が非常にうまい。壊してまだどうだ、残っている。さあしかし、あー、好きした。クイックスライダーで KO。 これで再び MC リーチ。パルコどうする。避けてる、うまい。あ、うまい。上段をしゃがんで練習の成果出てますね。練習の成果。中段逃がしません。パルコだが壁に張り付いてしまったところを MC も見逃しません。いやー、クリップナイス。早めにいった。クリスイでうまっ、うまっ。いや、まあでもちょっと難しいと思いますよ。パルコもうまい。だがクレイドルスター、ファイナルラウンド、パルコ追いつけるか。キックする、あ、クリップスング狙った。踏みつけられない。必殺のデストロイフォーム、つないでくれ。つなげるかや。ユーリ、ユーリからシャープナー組み立てていく。いい、シャープナー、シャープナー、シャープナー。さあ MC は何をしてくる。クイックされた、さすがガードしている。ナイスガード、でかー。完璧な確定反撃。日韓戦エース対決まだ終わらない。第5試合査定時をランダムにしていく。ここに来て運命に、運に。いや、いいですね。最後はもうお互いのステージじゃないところでやりましょうと。ステージではなく実力で、鉄拳力で決めましょうという、この MC。鉄拳が好き。いいですね。なんか面白いステージになりましたね、これ。ハンマーセットですからね。狭めのところもあれば広いところもあるという。
ステージをどこまでねうまく使えるかも、はい、重要なステージ。エムシュ対パルコ決定戦最終戦浮かしている。やばい、クイックサリダー。まずはナイスガードから先手を取れます田中パルコ。カフェコンボ大きなダメージになる。ユリからさあ投げ抜けできない凶悪な投げ技を持っています。セルゲイドラゴフそこを出していきましたが、 MC 機動力でそれを回避していた。押してる。まずはどうだ、ナイス削り切るシャープナー。 ナイス。やはり最後はシャープナーが一番頼りになる。 MC を捉えます。だがフェイントからのインバウンドキック。いや誰もが一度は考えたインバウンド1からの出し切り。いや、変わった。あ、エムシュがかなり劣勢であります。間に合っていない。切り返して、さあ背中のドリルは点をつくドリルなのか。エムシュ、いや、それそれ、あ、いい押し。これでパルコが日本いいすチーム勝利でリーチ。全然チェーンソーに行けてないですからね。そうですね、クイックスライダー。ここで来る、ここで有利から初めての攻略できるか。チェーンソー動きが速くなった。ギアを上げてくる韓国のエムシュ。有利動きません。エムシュ防御を固めて最終ラウンド最終戦パルコステージに追ってくる。うわー、めくりめくりローキック入れ替わる。そしてクイックサイダーのジャンプステッサスを生かしてここは1ラウンド奪い返していきます。韓国のエムシュ、韓国のエース、最終戦をまた任されました。ここで負けるわけにはいかない。いや、カフー、パルコが一気に追い込まれてる第4ラウンドだが、ここで分からなくなるか。まだもう2チャンスほど必要だ。エムシュが逃げの姿勢を見る、見せるローキック。これでことだった。ファイナル、ファイナル、熱すぎる、最終戦、熱すぎる。ファイナルラウンド反撃間に合わず。台本もありません、これ台本ないですからね、これ、はい、相打ちではない。あが何だか、うん、ガードしてシャープランで切り返します。右アッパー横からパルコが得意とする右からの横アッパー、右アッパー。はい、さあ体力はほぼ互角の状況。エムシュがレイジドライブ、パルコもレイジデストリフォームだ。ドブル決着、あ勝ったのはエムシュということで見事、韓国チーム勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、素晴らしい戦いでした。いやー、面白い。